今回は絶滅した空の巨大生物5000を紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。メガネウラは今から約3億年前の石炭紀の森に生息したオオトンボ類の一族だ。トンボってそんなに大昔からいたのね。石炭紀って石炭が取れるから石炭紀なの？そうだぜ。石炭紀の名前の由来は、この時代の地層から多く石炭を産することに由来しているんだ。石炭が多く取れた地層だったから石炭紀っていうのはわかりやすいわね。石炭紀は当時非常に大きな森林が形成されていたんだ。シダ植物が発達し、昆虫や両生類が栄えたぞ。そしてこの時代に空を飛べたのは昆虫だけだったんだぜ。そうなんだ。それでメガネウラって名前にはどんな意味があるの？メガネウラの名前の由来は、古代ギリシャ語の大きなという意味のメガースと、剣や神経という意味のネウロンからなる合成語なんだ。だから読み方としては、メガネ、ウラじゃなくてメガ、ネウラだ。メガネで仕切るんじゃなくメガで仕切るのね。それでメガネウラってどれくらいの大きさだったのかしら？羽を広げた大きさはなんと70センチメートルもあったぞ。70センチメートルのトンボってお化けじゃないの？そんなのが飛んでる世界とか怖すぎんか？メガネウラは知られている限り、史上最大の昆虫と言われているからな。70センチのトンボって想像以上だったわ。そんなトンボがいるって知ったら、長渕剛もびっくりするわよ。いや、長渕じゃなくても驚くだろ。どうしてそんなに大きくなったのかしら？それはこの時代の酸素濃度が関係しているんだ。石炭紀は、シダ類の数十メートルにも及ぶ巨木が大森林を形成したことによって、二酸化炭素は大量に吸収されて酸素が過剰供給されるようになったんだ。大気中の酸素濃度は 35% にまで達したぞ。現在とどれくらい違うの？現在の酸素濃度は 21% だから、この時代の酸素濃度がいかに高かったかわかるよな。ちなみに人類にとっては多すぎる酸素は毒になるので、酸素濃度 35% の中では生きていけないぞ。酸素って多ければ多いほどいいってもんでもないのね。人類にとっては多すぎて毒になる酸素も、生物にとって酸素は体の代謝の促進に関係していて、酸素が多ければ多いほど成長し大きくなるんだ。だからこの時代は節足動物の巨大化も著しく、全長2メートルの巨大ヤスデ、アースロプレウラや、全長45センチの巨大海サソリ、メガラクネや、翼長70センチの巨大オオトンボ、メガネウラなどが巨大化していったんだ。トンボだけじゃなく他の生物も巨大化してたのね。そうそう。全長50センチにもなるゴキブリもいたな。50センチの G なんて想像しただけで気持ち悪くなってくるわ。メガネウラが巨大化した理由はまだあるんだ。石炭紀は脊椎動物が海から陸に上がってきて間もない頃だったから、空を飛ぶ生物が昆虫しかおらず、天敵がいなかったんだ。メガネウラ最強時代には天敵もおらず、まさに空の支配者で食物連鎖の頂点に君臨していたんだ。そうか。まだ恐竜とか鳥類はいなかったのね。空飛ぶ生物が昆虫しかいなかったため、天敵がおらず巨大化したとも言えるな。その最強だったメガネウラはどうして絶滅してしまったの？古生代の終わりに起きた、史上最大の大量絶滅でいなくなったの？生物種の 90% 以上が絶滅したと言われる史上最大の大絶滅。B から T 境界に起きた、大規模な火山活動による大絶滅を乗り越えたんだが、やがてメガネウラの天敵になる翼竜や小型飛行性爬虫類等が出現し、捕食する側から捕食される側になって、徐々に数を減らしていったんだ。さらに追い打ちをかけるように低酸素の時代、ジュラ紀が到来し、酸素が減っていくにつれて数を減らしていったんだ。なるほど。一時は生態系の頂点捕食者だったけど、環境の変化や新たな捕食者の登場で姿を消してしまったのね。プテラノドンは中生代白亜紀後期、約8930万から7400万年前に生息していた。大きな頭と長いトサカが特徴的な翼竜の一種だ。翼竜だから恐竜ではないわよね。そうだぜ。プテラノドンは恐竜と思われがちだが、恐竜ではないんだ。恐竜と生きていた時代が一緒で、恐竜図鑑や映画などにも出てくるから、勘違いされることも多いな。よくティラノサウルスと一緒に描かれることが多いが、実は生息時期が違っていて、約600万年の時間的差があるんだぜ。それは知らなかったわ。それで恐竜じゃない翼竜って何者なの？翼竜は飛行性爬虫類と呼ばれる生物で、簡単に言えば空飛ぶ爬虫類だな。
空飛ぶトカゲってことなのね。それでプテラノドンはどれくらいの大きさだったの？体長は約2メートルだが、翼を広げると約7から8メートルほどあり、大きなものでは約9メートルにもなるんだぜ。9メートルって相当でかいわね。9メートルはサッカーのセンターサークルの半径くらいの大きさだな。絶妙にわかりにくい例え持ってきたわね。それだけ大きかったのにもかかわらず、体重は15から20キログラム程度しかなかったんだ。めちゃめちゃ軽くないか？ああ、体重は中型犬と同じくらいなんだぜ。その例えはわかりやすかったわ。でもどうしてそんなに軽いのかしら？プテラノドンの骨の中は空洞になっておりスカスカなんだ。そして筋肉はほとんどなく、翼に羽毛はなく、皮膚と同じ組織でできている、膜状の翼、肥沃だったため体重が軽かったと考えられているな。そんなに体重が軽くて、よく羽ばたく力があったわね。いや、羽ばたけなかったぞ。え、じゃあどうやって飛んでいたの？プテラノドンは主にアメリカ西部に生息し、海に面した崖の中腹や、頂上に巣を作って生活していたんだ。その崖の上から上昇気流に乗って、羽ばたかずとも一日中、海上を滑走していたと考えられているんだ。ふむふむ。だから羽ばたく必要がなかったのね。それでそんな崖の上に住んでて何を食べていたのかしら？主食にしていたのは魚だな。どうやって魚を捕獲してたの？海上を滑空しながら、やや上向きの顎で魚をすくって丸飲みにしていたようだぜ。その証拠に化石の胃の位置から、魚の骨が大量に発見されているんだ。翼竜の骨は空洞なため壊れやすく、恐竜のものよりも発見が難しいとされているんだが、プテラノドンは海上生活をしていたため、埋まりやすかったのか化石が残りやすく、1100個を超える化石が見つかっているんだ。そんなに多く化石が見つかっているなら研究も進んだでしょうね。それがそうでもなく、絶滅した理由もよくわかってないんだ。プテラノドンは恐竜が絶滅した、6500万年前の大量絶滅より前に絶滅しており、その原因がよくわかっていないんだぜ。これから研究が進むことに期待ね。ケツァルコアトルスは、約6700万年前の白亜紀後期に北アメリカ大陸に生息していた史上最大の翼竜だ。プテラノドンと同じ翼竜だけど、生息時期が違うのね。そうだぜ。ケツァルコアトルスは白亜紀末期に生息していたからな。ティラノサウルスもこの時期に生息していたから、プテラノドンとして描かれていたのは、ひょっとするとケッアルコアトルスだったのかもしれないな。ケッアルコアトルスって言いにくい名前だけど、何か意味はあるのかしら？ケツァルコアトルスは、中米のメキシコグアテマラにアステカ文明を築いた、アステカ族の神話において、羽毛を持った神として登場する、ケツァルコアトルにちなんで名付けられたんだ。ふむふむ。それで史上最大の翼竜って一体どれくらいの大きさだったのかしら？翼を広げた大きさは最大で12メートルあったとされているんだ。12メートル？でかすぎじゃない？驚くのはまだ早いぜ。翼を広げて飛んでる姿もすごいんだが、翼を畳んで立ってる姿もすごいんだぜ。翼を畳んで立ってる頭の高さは約5メートルで、キリンの身長とほぼ同じなんだ。げっ、でかっ。でもなんか頭でっかちでアンバランスないでたちね。頭とくちばしは合わせて3メートルもあり、軽自動車並みに大きいぞ。なるほど、アンバランスに見えるわけね。手をついているように見えるけど、翼を地面につけてないとバランス取れなかったとか？これだけ頭がでかいとバランスが取れなかっただろうな。プテラノドンもそうだが、地上では4足歩行で歩いていたんだ。もしも現在にこんな奇妙なでかい鳥が4足歩行で歩いていたら、恐怖でしかないわね。でもさすがにこんなでかい体してたら飛べなかったんじゃないの？ケツァルコアトルスは、時速50から60キロメートルで飛翔していたことがわかっているんだ。え、こんなでっかい体してるのに、そんなスピードで飛んでいたなんて驚きだわ。プテラノドンやすべての翼竜の場合と同様に、皮膚と同じ組織でできている膜状の翼で構成されて、羽はなかったぞ。そして体も他の翼竜と同様に、骨の内部が空洞になっており、軽量化されていたんだ。生体でも70キログラム程度しかなかったとされているぞ。ケッアルコアトルスも上昇気流に乗って飛んでいたのね。そう推測されているな。ケッアルコアトルスも魚を食べていたの？これには様々な説があり、プテラノドンのように魚を捕食する説や、アオサギのように多様な生態を持つ魚食動物であった説。コウノトリ目の鳥類のように、
平原や湿地を主たる生息域として地上を歩き、様々な小動物をついばんでいた説、アフリカハゲコウのような死肉アサリであった説などがありよくわかっていないんだぜ。ケッパルコアトルスは、恐竜が姿を消した、あの大量絶滅でいなくなったの？そうだぜ。約6600万年前に、すべての生物種の 70% が絶滅したと考えられている。巨大隕石の落下によって絶滅したと考えられているが、火山の噴火など複数の要因が重なったためではないかとも言われているな。時代の変わり目にはいつも大量絶滅が起きていて悲しくなるわ。アルゲンタビスは、恐竜が絶滅した後の新生代中新世、約900万年前から680万年前に生息していたと考えられている、史上最大級の鳥類だな。見た目は猛禽類のような鳥に見えるわね。アルゲンタビスはコンドル亜目のテラトルニスカに属しているため、コンドルとして語られることが多いな。アルゲンタビスは、学名、アルゼンチンの鳥という意味通り、アルゼンチンに生息していたんだ。生息地がそのまま名前になったパターンね。アルゲンタビスの翼を広げた大きさは、7.5 メートルから8メートルはあったと言われているぜ。8メートルって相当でかいわね。8メートルと言ったら高速道路の車道の破線の長さくらいだな。また絶妙にわかりにくい例え持ってきたわね。わかりやすいもので例えると、カニ道楽のカニの看板と同じくらいの大きさだな。はじめからそう言いなさいよ。地面に立っている時の高さとしては、1.5 メートルから 1.8 メートルだから大人と同じくらいの高さだったんだ。背も高かったのね。ところがその後、下方修正され5から 6.5 メートルだったのではないかとされ、ペラゴルニスという鳥類がそれを上回ることになるんだ。他にも大きな鳥がいるのね。そうだぜ、ペラゴルニスについては後で解説するとして、次は体重について話していくぜ。アルゲンダビスの体重は、当初80キロとされていたんだが、その後、典型的な体重は70から72キロであると修正されはしたものの、その体重はペラゴルニスの倍近くあり、史上最重量の飛翔鳥類であることは間違いないんだ。成人男性と同じくらいの体重なのね。その体重で飛ぶには結構なパワーがいりそうね。翼の大きさと構造から、アルゲンダビスは短時間の羽ばたき飛行を用いて、空に舞い上がってから飛行していたと推測されているんだ。熱による上昇気流や、山の斜面と向かい風をうまく利用して、ほとんど羽ばたくことなく空中に留まっていたとも考えられているんだぜ。当時のアンデス山脈は、現在よりも温暖だったし、空気も乾燥していたからさらに上昇気流を得て、空中に留まる助けとなっていたと思われるぞ。翼竜もそうだったけど、上昇気流をうまく使って体力を使うことなく飛んでいたのね。それでアルゲンタビスはどんな狩りをしていたのかしら？積極的な狩りはしてないぜ。え？アルゲンタビスの狩りの方法は、コンドルに似ていて、飛びながら動物の死骸を探していたんだぜ。え？動物の死体を食べていたの？そうだぜ。アルゲンタビスは腐肉アサリを好んでいたと考えられていて、ティラコスミルスカのような、哺乳類の捕食動物が仕留めた生き物を狙って、彼らを追い回していたと推測されているんだ。自分で狩りはしてなかったのね。そういうことになるな。他の捕食生物が狩りをした後に、大きな翼を広げて威嚇し、獲物を横取りしてまた空へと飛び立っていたんじゃないか、という説が、現在では有力な説になっているな。ただ小さな生物を狙って狩りをしていた説もあり、アルマジロやラクダの幼体を捕食するため、待ち伏せをしていたとも考えられているんだぜ。巨大生物あるある、まさかの待ち伏せスタイル？待ち伏せといっても、空中から狙い、仕留める際に勢いよく高所から急降下して、着地することなく、くちばしや足で獲物を捕らえていたとされているんだ。それとその体の大きさから、捕らえた瞬間に獲物を丸飲みしていた説もあるな。え、丸飲み？でも丸飲みしちゃったら骨とかは消化しきれなくない？霊夢は鳥類のことが全然わかっていないな。え、どういうこと？鳥類は食べたものを吐き出すのが上手なんだぜ。現存する鳥でも魚の骨や鱗、果物の種なんかは消化できないんだ。だから鳥類はペリットといって、消化しきれなかったものを吐き出す習慣があるんだ。そうだったのね。それでアルゲンタビスはどうして絶滅したのかしら？はっきりとした原因は分かっていないんだが、寒冷化により上昇気流が弱まって絶滅したのではないかと考えられているな。大きな体が災いしたのね。
ペラゴルニス・サンデル氏は、2500万年前頃から300万年前頃、北アメリカの東海岸に生息していた巨大な海鳥だ。海鳥っていうだけあってカモメやアホウドリに似てるわね。ペラゴルニス科の鳥類は骨質派鳥類と総称されていて、北アメリカで化石が発見されているな。骨質派鳥類？くちばしに歯のような構造がある種類のことだな。歯のようなエナメル質は存在せず、実際の歯のように抜けたり生え変わることもない、くちばしから伸びた突起物で、生きていた時は捕まえた獲物を引っ掛けるのに使っていたとされているんだぜ。実際にくちばしと歯の二つが組み合わさっているわけではなく、歯のようなものがくちばしについているだけなのね。それにしてもペラゴルニス・サンデル氏って言いにくい名前だけど、何か意味はあるの？この名前は化石を発掘したチャールストン博物館の学芸員、アルバート・サンダース氏にちなんで付けられたんだ。ふむふむ。それでどれくらいの大きさだったのかしら？翼を広げた大きさは 6.1 から 7.4 メートルあったと推測され、現存する鳥の中では最大のアホウドリの2倍あったとされているんだ。そして体重は22から40キログラムあったとされ、向かい風や下り坂を利用しないと、重すぎて飛び立つことができないと考えられていたんだが、その後の研究では、ペラゴルニスの短い後ろ足は短距離を疾走するのに適しており、水かきがあった可能性が高く、水面を走りながら飛び立つこともできたと考えられているな。海上の低高度をグライダーのように長距離、長時間滞空していたと考えられているぜ。その時速は最大60キロで、数千キロも飛行できたと考えられているぞ。体が大きいのにすごい飛行能力ね。どうやったらそんなに飛べるのかしら？ペラゴルニスはアホウドリと同じように、海面から吹き上がる風を利用して飛行していたと思われるな。海の上で生活してたなら魚を食べていたのかしら？そうだな。基本的には魚やイカを捕食していたらしいぜ。でしょうね。想像はついていたわ。だって海鳥だもん。ふむふむ。それにしても大昔にはとんでもない大きさの生物が空を飛んでいたのね。6600万年前に翼竜がいなくなってからその隙間を埋めるように鳥が巨大化していったんだろうな。ということで今回の解説は以上だぜ。補足情報とかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。他にも解説してほしい生き物がいたらコメントで教えてね。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。